Hello guys! Good evening mga kumari ko dyan. Ano ba mga ginagawa nyo ngayon? Kahit tayo papunta sa ano? Lumabas po, papunta sa Apo. Saka na home. Yappari! Kono pari!課題のない経営なんてない。だから信金中央金庫がいるんだ。信用金庫とともに経営と地域に活力を、日本の原動力を前へ。信金中央金庫。返したっぽうかしかめ。あなたはカフェ、私はモンカフェ。美味しさの秘密はここ。フィルターが使わないからブラックが美味しい。だから私はモンカフェ。これテレビ。ニューニッサンルークス。あそこのオルマ、これテレビ。プロパイロットが運転をアシスト。高速も余裕で楽しめる。バックミラー。ニューニッサンルークス。最近私の食卓は満たされている。後ろにカメラついてるやつ。香りに思い映ってね。ユズの香りに香りのクラクラ。蜜柑香りのクラ。マッチ彫りユズクラクラ。めちゃコミック星の子84は無料。ナグロホイトマン62は無料。山田君のレベル999の恋をする76は無料。コミックのアニメ。この弾力癖になる。カバヤタフグミ新フレーバーも。それは24時間365日美しさを取り戻す力。今この瞬間も潤いが湧き上がるような肌へ。新アルティミュー資生堂銀座東京。最近いい声出してますか？聞けば聞くほど生ビールはうまい。サントリー生ビール、新しいみんなの生ビール。10月4日の目覚ましテレビは FNS ご当地うまさつグランプリ。ロベダムから生中継。富山のナンバーワンご当地唯一グルメが決まります。お楽しみに。スポーツ中田アナウンサーとお伝えします、はい、今日は何と言ってもカタールから行きましょう、はい、はい、もうものすごい試合でした。サッカー J3 はシーズン終盤、昇格圏の2位以内を目指し正念場を迎えているカターレ富山は、昨日ホームで首位愛媛と対戦し、劇的な逆転勝利で3位に順位を上げました。勝ち点11差、首位を独走する愛媛を迎えた大一番。先制したのはカターレでした。前半21分、ディフェンダーから出たボールをマテウス・レイリアが相手を振り切りながらドリブルで一気に駆け上がり、伊藤、アルクール・シルバとつなぎ、右足一閃、ゴールネットを揺らします。